皆さんボンジョルノケンジです。さあ2020年もモト GP 2019やっていこうと思います。さあ2020年はもうテンポよくいます。テンポよくさっさっさと、もう動画も1分以内みたいなね。いや、この時間ももったいない。さあやっていきます。今日はですね、新年明けましておめでとうございますということで、急な坂を駆け下りたいと思います。はい、急な坂といえばラグナセカ、皆さんご存知でしょうか。コークスクリューというね、もう世界もうビューンでも見たらわかります。なのでもう早速行きましょう。もうそこ下って今日おしまい。はい、行きます。ここよ、ここがコークスクリューですよ。もう移動、早速ね、もうすぐ移動していきたいと思います。ポン。ちょっと待って、なんか暗いよ。暗い、画面が暗いよ。はい、来ました。ここがコークスクリューですよ。何も見えないでしょ。この先にね、ほらほら、これ、うーわ、あ、やらかしたかもしんない、今。さあ、行くよ。もう、この坂をバビューンと下っておしまいだから、なるべく直線的に行きたい、直線的に行きたいと。飛べ。ごめんな。あ、ちょっと待って、サムネ撮りたい。ちょっと待って、半透明になっちゃってるこれ。半透明な、ダメじゃないか。もうスマートに降りたいからね、今日は。スマートに降りたい。こうだ。おお。失敗だよ。次、行くよ。角度調整して、ジャンプ。もう無理。次、行くよ。何度目の正直これ。おお、今いけそうだった。次、さあ行くわよ。ここよ。うーわ、いや、これさ、みんなにはさ、一瞬だからいいけどさ、俺一瞬一瞬するの大変なんだよね、これ。行くよ。ああ、次、さあ行くよ。ポッ。今のいいんじゃない？ちょっと微妙？とりあえず生還できたけどな。ダメかな、ちょっと満足いかないよ俺が。もっとド派手に飛びながら降りたいよね、あそこ。さあ行きます。ある程度スピードを残しとかないとダメなのかな。おお、高速ではなくないね。ちょっともう一回やろう。さあ行くよ。ほっ。今のサムネイル撮りたかったね。さあ行きます、行きます。ある程度スピードを残しつつ、もう全然違う。さあ行くぞ。おっつい。ごめん皆さん、俺できると思ったけど無理だよこれ。やってまいりましたちゃんとやれよ。やってまいりました、ケンケンチャンネル。なんだっけ、ラジオかいや、お前が最初に言ってたよえ、やってまいりました、ケンケンラジオのコーナーです。やっほー。さあ、いきなりですが、ケンケンチャンネルです違う、なんか思ったの違う。ラジオってどんな感じだっけ。ケンケンラジオのコーナー。はい、このコーナーでこのコーナーはですね、コメントにいただいた質問などに素早く答えして何問答えできるかという企画になっております。まあそうなんですね。はい、それではゲストにね、長尾健吾さんにお越しいただきましたが、俺のチャンネルなのにゲストなの俺いや、だってあのゲーム動画にあなた出てこないでしょ。ゲーム動画じゃこんな動画に違うんだよ俺が喋りたいのは違うんだよ質問に答えなさいあなたは、はい。でも第1問、ででん。F1 ドライバーとは、とかは、レース前にシミュレーターでサーキットの学習をしますが、ライダーさんも皆さん同じでしょうか。いや、多分してないと思いますけどね。
え？あのオンボードを使ってね、予習とかするかもしれないんですけど、なんかシミュレーターとかは使ってないと思います。なるほど、はい、次の質問です。ケンジ君は ST1000 でしょ？ノーコメント。メカニックってどうやったらなれますか？なかなか難しい質問ですけど、バイクレースをやってるバイクショップに入るのが一番かなとは思います。まあうちのメカニックはサラリーマンで、まあ、休みの日バイクいじったりしてますね。タイヤの空気圧を教えてください。 1.1、1.2。 肩は何時ぐらいに治りそうですか？何時ぐらいに？3時ぐらいそういうことじゃないの？そういうことじゃなくて、そういうこと。いや俺もあの言葉しか聞いてないから。そういうことです。何時ぐらい、何時ぐらい、そういうことじゃないの？そういうことですね。何日かの3時ゲーム、あ、これは俺に質問だな。ゲームでコーナーを立ち上がるときにフロントが浮いてしまうのをどうしているか教えてほしいです。俺が答えればいいんでしょ。やっぱスティックを前に倒すしかないな。いやもうそれしか思いつかんわ。スティックを前に倒そう。いやまあスティックを前に倒すのもそうなんですけど、あ、スティックシフトアップ、シフトアップ早くしよう。いやそれも手なんですけれども、まだあるの？まあリアブレーキを使うか、これまた後で動画出すからいいかな。あのリアブレーキを使うか、あとスティックをね無理やりこう横にね、バイクを倒すようなアクションをすると結構浮くのを抑えられます。このチャンネルのファンになりました。わらわら。ありがとう。ヒットはどうやって決めるのですか？全日本のお金を払った順だよ。そうでしょ。そうだよね。お金払った順、確かに正解だ。それでは不定期開催ケンケンラジオ、これにて終了となります。また次回のラジオをお楽しみに。動画でじゃんじゃん質問してね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、ごきげんよう。はい、というわけでね、皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。このコークスクリューはもう昔から憧れて、うわすげえみたいなね、これがゲームで味わえちゃうところからね、この今回の発想に至ったんですけれども、なかなか難しかったですね。飛びながら高速下坂、飛びながら降りてみたみたいなね、やりたかったんですけれども、僕が下手くそすぎて無理です。無理でした。本当にすみません。本当にごめんなさい。というかね、もう何回かね、この後もチャレンジしていけそうだったら、それもまた違う動画にしてね、出したいと思います。はい、というわけでね、ケンケンチャンネルでは何本かもう2020年にねなってから動画を何本か上げていますが、2020年に撮った動画はこれが初めてでございます。というわけで2020年、今年もどうぞケンケンチャンネルをよろしくお願いいたします。それじゃあね、バイバイ。